はい、今日もですね、動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、最近ですね、台風の影響で被災している方とか、あと今の世の中って結構ですね、災害、あと、いろんなね、悩みでね、ちょっと気がめいるってことって結構あると思うんですよ。で、やっぱり精神的に、精神的にね、弱いっていうわけじゃないんですけど、精神的に折れちゃう方って結構いらっしゃると思うんですよね。で、一つね、日常的にこの精神を強くするためにした方がいいことっていうことで、前ね、ちょっと体をね、ちょっと鍛えた方がいいよっていう、体を鍛えることで精神って強くなるんだよっていうことで、伝えたんですけど、今日はですね、呼吸法ということでお伝えしたいと思うね。で、呼吸って結構ですね、その精神がめいった時とかって呼吸が浅かったり、あとそのちょっとね、気がめいった時にちょっと呼吸法をね、これ見て、動画見てですね、ちょっと5分でもやってもらうと、ちょっと気分がね、ちょっと落ち着いたりすることってすごくあるんですよ。で、僕も介護の施設でちょっとしてて、最近1年ぐらい前からですね、ずっとですね、朝ね、障害施設なんですけど、障害者の施設なんですけど、すごく落ち着かない、多動の子がいっぱいいるんですね。で、その方たちに向けて、いつも朝3分、呼吸を意識して目をつぶってね、ちょっと3分間目を閉じてちょっと自分に意識を向けたり、呼吸を意識を向けて心を落ち着かせるってことをやってるんですよ。で、ある程度ね、結構ちょっと落ち着いてきたなって思うんです。で、これって例えば呼吸法もそうなんですけど、体を鍛えることもそうなんですけど、この続けるってことが結構大事なんですね。なので、ちょっとイライラしたなとかいう時に、やってもらいたい呼吸法ってことでね、今日はね、お伝えしたいと思います。で、目をね、もしつぶれればつぶってもらって、はい。で、ここですね、右手はお腹に、はい。で、左手が胸という形で、胸とお腹にちょっと手を当てて、で、息をふーっと吐いて、で、鼻から息吸って、で、口から吐いて、で、最初ね、呼吸って意識しづらかったりするんですけど、もしできればね、息を吸うの1だとしたら吐くの2ぐらい、もし2息吸ったとしたら吐くのは4っていう形で、吐く方をね、細く長く吐いてます。そうすることで副交感神経っていうのが高まるっていう感じですね。なので、吸ったり吐いたり、吸ったり吐いたり、ちょっとしてみてください。はい、鼻から息吸って、口から吐いて、ちょっとしてみます。はい、これをちょっと続けてみてください。5分ですね。で、5分ね、最初長く感じると思うんですね。僕もね、結構ね、最初なかなか5分でできないんですけど、最初じゃあ短く3分でもいいんです。で、慣れてきたら5分でもいいですし、で、5分待てないなって方はね、ちょっとね、先生からちょっと言われたんですけど、楽しいことをね、楽しい、自分が楽しかったことっていうのを思い出して見ながら、ちょっと息吸ったり吐いたりしてみてください。自分が楽しかった記憶を思い出しながら息吸ったり吐いたり、ちょっとしてもらうと5分続くよっていう話をね、されてたんで、ちょっとしてみてください。鼻から息吸ったり、口から吐いたり、はい、こんな感じで、なるべくですね、なるべくその毎朝同じ時間帯ね、朝ちょっと
3分でもやってみるとかすると朝結構ですね、こう急ななんかこの焦りの心ってのが少し静まったりするんで、ぜひですね、例えば朝6時半頃にいつもやり始めたら6時半にいつもちょっと5分とか3分とかやってみるというのをちょっとやってみてください。はい、なるべくね、寝る前より朝の方がね、僕はいいんじゃないかなと思うんですね。経験的なのなことなんですけれど、朝ね、なぜかというと朝ね結構こうやるとその日のね一日が焦りが少なくなったりね、あと急ななんか焦るとね体に出るんですよね。こうやって 焦ると体も速くなるんじゃないですか。行動で行動が速くなるとね、大体なんかちょっと突発的なことにね、ガーンって体ぶつけどっかにぶつけたとか、小指をタンスの肩にぶつけたとか、そういうのあるんで、あるんですよ。結構ね行動が雑になってくると。なので朝ねしてもらうと結構ね冷静に一日過ごせるんじゃないかなと思うんです、ね、なのでぜひですね毎日3分からでもいいですし、5分やって落ち着かないなっていう方は5分ね待てないよっていう方は楽しいことを思い出しながらやってみてください。で息は吐く方を細く長くね、長く吐いてみてください。吸うよりも吐く方です、はい、これをねこのポイントを踏まえながらやってみていただければと思います。はい、今なかなかねちょっとこういろんなね災害やら何やら、はい、いろんな多種多様な悩みとかいっぱいあると思うんですけど、はい、こういうので少し心を落ち着かせることをね学んでもらうと助けに人生の助けになるんじゃないかなと思います。よかったら、ね